トヨタが欧州で販売する小型クロスオーバー新型アイ5 x の詳細が発表。グリーンのツートンカラーも良い欧州トヨタ最小のモデル。トヨタは欧州専売モデルの新型アイ5 x アイ5クロスの価格と仕様を発表した。2022年5月から納車が開始される予定だ。アイ5 x は従来のアイ5を SUV 風に進化させた。 コンパクトモデルで価格は14,795ポンド約220万円からとなっているグレードはピュアエッジエクスクルーシブリミテッドエディションの4種類で構成されるエントリーモデルのピュアには17インチアルミホイール7.0インチのタッチスクリーンアップルカープレイおよびアンドロイドオートバックカメラエアコンなどが標準装備されているまた 運転支援システムとして、衝突軽減とアダプティブクルーズコントロールが搭載される。エッジは16,495ポンド、約250万円からで、18インチのアルミホイール、2トンのメタリックペイント、大型の8.0インチタッチスクリーン、オートエアコン、 プライバシーガラスが追加される。エクスクルーシブは17,715ポンド、約265万円から。標準装備としては、合成比較シート、9.0インチ高精細タッチスクリーン、ナビ、携帯電話とのワイヤレス接続機能付き、キーレスエントリー。 自動ブレーキ付きパーキングセンサーなどがある。パワートレインは1.0リットル3気筒ガソリン。最上級のリミテッドエディションは、贅沢な装備と洗練されたデザイン、直感的な操作が可能な車載システム、そして際立った美観を備えたモデルと説明されている。価格は19,640ポンド、約295万円からで、 マットブラックの18インチアルミホイール、格納式、キャンバースルーフ、ヒーター付きのハーフレザーシートなどが装備されているが、ボディカラーは特別なカルダモングリーンのツートンのみとなっている。パワートレインには、最高出力 72PS、最大トルク 9.5kg、M を発揮する1.0リットル3、気筒ガソリンエンジンが搭載され、トランスミッションは5速、MT、 または CVT が選択できる。トヨタによると、最高 25.5kmL の燃費と 107gkm の CO2 排出量を実現しているという現在、新型 i5X のオンライン予約が開始されている。